はい。石板を手に入れるまで戻ってくるな。わかりました。何かなくしたのか？いや、盗まれたんだ。ステントールの指示で来た。密偵に手を焼いてるそうだな。裏切りではなく、アテナイ軍の密偵の仕業だ。重要な情報を記した石板が奪われた。見つけなければ。密偵はどこに？まだ野営地にいるのか？分かっていれば助けはいらん。もうここにはいないだろう。だが衛兵とやり合った時に負傷している。近くにいます。そいつにはスパルタを裏切った代償を支払わせてやる。傭兵よ、もし奴がスパルタ人だったら時間をかけて始末してくれ。私が奪われたものを取り戻し、その男を片付けよう。そいつはどこへ？丘の方へ行ったらしい。あの一帯なら追跡もかわしやすい。すぐに型をつけてくる。メガリスの山や森は危険だ。それに奴には間違いなく仲間がいる。そうか、まあ全て任せておいてくれ。じゃあな。
何の用だ。誰だあんた。私か。お前が盗んだものを取り戻しに来たんだ。なぜ牢番を盗んだ。金をもらったからだ。誰に。イルカノスって傭兵だ。スパルタ軍の服をもらって指示された場所を探した。楽な仕事だ。取ったものを返せ。他に選択肢はない。この戦いに勝者などいない。だが好機を見出すことはできる。どうだ、話し合いで解決しないか。さあ、奪ったものを返せ。渡すものか。なら今日の稼ぎが入るのはどちらか一人。これは書きつけか。牢番を狙ったのは当てない軍ではなくヒルカノス。牢番は指揮官の階層。それで裏切り者は見つけたのか。心配すべきなのは裏切り者のことじゃない。奴はヒルカノスという傭兵の密偵だった。ヒルカノスだと。何度その名を聞かねばならんのだ。奴の手には今頃アテナイの金貨があふれているだろう。それで例のものは。書きつけを残したな。何があった。
スパルタに対抗することになってるが、海賊に経路を閉ざされた。陸地なら戦えるが、我々の船は海戦が行えない。海賊船を全て沈めろと。仕事が済めば海には船がいなくなる。わかった、やろう。見かけより勇敢で嬉しいぞ。日々を安らかにな。
くれたんだな。何があった？仲間たちはどうした？海賊だ。ほとんど奴らに殺され、兄弟はさらわれた。頼む、助けてくれ。見知らぬ船乗りのために命や船を危険にさらしたりはできない。金が絡めば話は別だが。俺は船乗りじゃなくて大工なんだ。兄弟も同じさ。父から教わってんだ。なるほど。船に大工がいたら役立つだろうな。俺は船大工として働いてた。ポセイドンの拳ほどの穴が開いた船を修理したことだってある。兄弟を助けてくれたら乗組員に加わるよ。頼む。いいだろう。海賊はどこにいるんだ？ボイオティアの西、ヘリコン山の南に島がある。そこから船で来ると聞いている。海賊からあんたの兄弟を助けてくれ。すぐに行くのか。この扉の先には行けそうにない。次の機会にしよう。
彼は大工だ。海賊にさらわれた兄弟を助けて、私たちに協力してる。慎重に行く。守られてるらしい。
あんたの兄弟に頼まれた。あのバカ、いつだって人に汚れ仕事をやらせるんだ。助かると思うか。すぐに良くなる。あんた優しいな。嘘つきだけど優しい。兄弟に何か伝えることはあるか。あのバカに伝えてくれ。ほら、兄弟は見つかったか？どこにいる？彼は助からなかった。すまない。そんな、嘘だ嘘だ嘘だ。神々よ、こんなのあんまりだ。船にいたのは海賊だけで、神々はいなかった。今回の旅は俺が頼み込んで来てもらったんだ。あいつは海を憎んでたのに。私は槍を持つと痛みを忘れられる時がある。あんたが約束を守るなら、その手に土を握らせよう。ああ、もちろんだ。どうせここには何も残ってない。